手を下ろして肘をを曲げ、肩甲骨を寄せます。手を下ろせるかぎり下ろして肩甲骨をさらに下げます。 次は手足のクロスを逆にします腕を耳の後ろから上げ手首をひねって手を組みます手を下ろして肘を曲げ肩甲骨を寄せていきます手を下ろせる限り下ろし肩甲骨をさらに下げていきます